様々なものの値段が上がっている中、その波はチョコレートにも押し寄せています。あの人気チョコレート菓子がおよそ30年ぶりの値上げ、そして県内の洋菓子店も原料の高騰に頭を抱えています。チョコレートの原料、カカオ豆です。静岡市葵区にあるチョコレート専門店コンチェでは、8カ国のカカオ豆を使い、チョコレート菓子を製造・販売しています。どこの国ですか？はい、こちらはアフリカのガーナです。ガーナ、はい、日本に入ってくるカカオの 70% 近く、ほとんどがガーナ産のものになります。今、チョコレートの原料カカオ豆の価格が上がっているのです。カカオ豆の国際価格はおよそ6年8ヶ月ぶりの高値で推移していて、去年10月と比べると 26% 上がっています。産地を襲った長雨などでカカオの木が病気になり、収穫量が減っていることや、コロナ禍による物流コストの上昇などが主な原因です。お客さんが手に取るチョコレートの値段にも影響してきますよね。そうですね、仕入れの価格がやはり変わってきますので、今後また値段の改定は出てくるんじゃないかなとは思います。大手メーカーではすでに商品の値上げをしています。今年2月から4月までにポッキー、チョコボール、アポロなどが値上げ、さらに来月にはきのこの山、たけのこの里が31年ぶりに値上げするほか、7月にはアーモンドチョコレートも値上げをする予定です。影響は洋菓子店にも。今年で35年目を迎える静岡市の洋菓子店プルミエール。今年イタリアで行われた世界大会で3位になるなど、その味が高く評価される店です。ここは何の部屋ですか？チョコレートとかいろいろフルーツ関係も置いてある。冷蔵庫ですね。こちらはフランスのジャンドゥイヤっていうチョコレートです。去年の今ぐらいでは3000円ぐらいでまた買えたんですけど、今年はもう5000円上がってます。僕らもこんなに上がったの初めてなんで。じゃあ3000円台はもう戻ってこない。そうですね、まずないと思いますね。はい。洋菓子の材料となる卵や小麦粉、そして光熱費などが値上がりする中で追い打ちをかけたチョコの値上がり。この店では7月から無人レジを導入し、人件費を削減しようと考えています。値上げはしょうがない部分なんで、多分値上がった部分というのは下がらない、高値で設定されると思うんで、それに見合った商品作りとサービスっていうのを提供していきたいと考えております。